こんばんは、ゆうです。今日は11月23日土曜日、祝日勤労感謝の日です。今日は1日中冷たい雨が降っていた東京ですけれども、朝から夜までずっと降り同士で寒い日でありました。皆さんのところはいかがでしたでしょうか。今年令和元年としては最後の祝日、 だったようですね今までは上皇陛下のお誕生日12月23日が祝日だったのですが今年は珍しく天皇陛下のお誕生日がない1年だったそうです天皇陛下のお誕生日が2月23日になりますので来年の2月23日からは祝日になるようですそしてですねこの 勤労感謝の日というのは私などは小学生の頃ですね勤労感謝なので感謝をする日お父さんに感謝をする日ですよって習った覚えがあるんですね。お父さんが汗水流して仕事をしているのでお父さんお疲れ様として感謝する日ですよっていうのを覚えてなんか習った気がするんですね。小学校の先生がそれをずっと言ってた気がするんです。 ででふとですねもういい加減この年になってお父さんに感謝って言っても最近ですねお家で奥さんも働いたり女性も社会進出が著しくですねまあ、あの主婦の方も家事が忙しいので女性だって働いてるし女性だって忙しいし女性にも感謝するべきじゃないかと思って改めてですね勤労感謝の日というこの日は一体何なんだろうかということを今日調べてみたところ。 ちょっと今までですね思っていた勤労感謝お父さんに感謝する日まあ感謝するべきなんでしょうけれどもちょっとですねその特定されたお父さんですとかお仕事をする日と限定の感謝する日ということではなかったのでびっくりしましたあぜんとしましたそれがですね読ませていただきますと「勤労を尊び生産を祝い」 国民互いに感謝し合うもともと、ね、はですねこちら新嘗祭という五穀豊穣のお祝いがこの祝日のルーツとなっているようですけれどもこれは宮中行事として天皇が神に五穀を奉納しながら毎年の作物の収穫を感謝する日だそうです。 五穀豊穣を奉納し五穀,五穀を奉納しながら毎年の作物収穫を感謝する日感感謝謝すすするる日日は作物に感謝する日なんです昭和20年の敗戦から新滑祭というのは天皇行事でありまして国事行,行為から切り離されて勤労感謝の日という形でカレンダーには残っているようですけれども。 当時の GHQ が考えた言葉として勤労感謝の日と設定されたようですね。これはもともと穀物に感謝する日だったようなんです。なのでお父さんとかですね、働いてる方に対してではなく、穀物の収穫をお祝いする日でありながら、またその収穫をするには、 どこかでですね自分の生活とは離れたところでその農作物を作ってくださったりですとかそういった見えない方に対しての多くの方々に対してのおかげさまでということでそういう穀物に感謝をしつつまたた,すたくさんのですね携わった方々に対して感謝しましょうというそういった仕事に対しても感謝しましょうという日難。 のが今日分かったんです今日この年になって分かったんですけれども全然違ったんですねまあ、全くとは言いませんけれどもその「穀物云んというのは全く聞いたことがなかったのですごく驚きで衝撃的でした。 勤労感謝の日は収穫ですね穀物の収穫に感謝し見えないですね私の見えないところで活躍されてお仕事された方にありがとうございますという日でありました今日はその驚きとともに一日を終えたいと思いますいつもありがとうございますではゆうでした